もうつけ巻きで、で、はい、この辺だけかけますか。イヤートゥーから前だけかけよう。はい、結構重いしな。これ、ね、100均のなんで。あ、そうなんですか。全然使えない。もう一個でちゃんとしてるやつだったんだけど。すごい怖いじゃないですか。100均のはダメだね。こんな感じだ。うちのスタッフ、これ好きらしくて。古いやつ、もう一個。アマゾンとかで販売してるやつの方が全然いいんだけど。ああ、そうですよね。なんか、たまたま今こっちをこっち。前髪つけます。こんな。ドライブパーマっていうのは、はい、拡張パーマって言われてて、はい。はい。ドライ、ガラス化を使いながら拡張して、SS をちょっと広げてストレスを与えるっていうような感じなので、はい、ちょっとやりながら説明します、はい、でもめちゃくちゃ使えるんで、はい、これ知ってるだけで本当に、ま、パーマが絶対怖くないです。パーマって、はい、すごいきっちり巻くと綺麗にかかんないんですよ。はい、はい、なんでかっていうと内輪と外輪っていうのがあって、テンションかけすぎるとうまくかからないので、結構ふわって、指でもちょっとこう、僕は丸くします、こうやって。カットと一緒ですね。指でも丸さをイメージしながらやっていきます。で、普通に巻いて、もう十分。普通についてるかな、それは。大丈夫ですか。はい。で、10ミリ。はい。10ミリで、で、ちょっとここで、一個。これで根元が要はよれるんですよ。毛先から巻いていくってことは、はい、ポイントとしては一回ちょっとこうシェイクする。そうすると根元の位置が正しい位置になりやすい、よれが取れやすい。これ結構ポイントです。で、ここはツイストバンドって言われてて、はい、ここはツイストで 1,2,3,4,5,6,7,8,9 収まりがちょっと良くなります。要は中の毛と内輪と外輪があるじゃないですか。はい、内輪が要は縮こまっていくからストレスかかってそこがうねるんですよ。あ、まあ、だから綺麗にかかんないんですね。で、これは、ツイストバンドって何千いいかっていうと通常のゴム跡よりも跡がつかないですね、はい、そしたら、はい、ここがちょっと急な V になるじゃないですか。通常のたすき掛けだったらこうですよね、はい、それよりもよりここが V になるのでここにかかるストレスが少ないです。要はここの跡がついちゃうんで、もしかしたらたすき掛けしたらここもついちゃいますからね。二重のやつですよね。そうですそうです、はい、でここにアルビニンをしてます。こういうことですね。で、あまり強くしちゃうとアルが痛くなるのでお客さん痛くないですかって言って、このゴムを強く締めすぎると多分それ痛いです、ね、あ、そこですか。これできると思う。で、人間だったら多分痛いって言われると、まあ、それで止めといてください。これをでもトロムセこうやって刺すだけなんですけど、ゴムアートを使うダメです。前髪が止める。ゴム跡つかないようにっていうか、それがゴム跡つく原因になるんで、これだけだったら、これが太いやつですよね。はい、表面だけ。いや、むしろそれがゴム跡つくんですよ。刺しピンって、まあ、これよりもっと太い刺しピンするじゃないですか。これ、本当にゴム跡つかないと思います。絶対つきますよ、これ。ほとんどやってるの意味ないから、これ。そうなんですか。そうっすよ、だってここ、だってこれだけ意味なくないですよ。ここついてますよ、ゴム跡。あー、確かに、言われてみるとつきます。絶対つく。面にはつかんのかなって思ってます。面この辺、つかん、ここに刺すことにつかんのかなって思ってますから、ここはダメなんです。全然つくつく。むしろこんなに、やんない、やんない方がいいです、こんな意味ないですよ。だったら、こんなにやんないんで、これ一回回すことによってもうゴム跡のつく場所がなくなるじゃないですか。はい、これが正解です、はい、例えばここを毛先巻きします。ちょっと強めに巻いた方がいいですね、ドライにするんで。で、例えばこれだと内巻きに巻きますよね、はい、そしたら、まあ、ここでツイストバンドしてもいいんですけど、まあ、なかなかいきなりね、帰ってこんな知らないことやったら女にえって思われるかもしれないんで、まあ、こうやって止めればいいんですけど、はい、内巻きってすごい跡がつきやすいんですよ。あ、で、あとボリュームがここボコって出ちゃうんで、パーマの癖って、パーマのポイントってなんかこう、ポイントじゃないや、
革の特徴ってこの中の方の内輪がうねるんで、なんかここからボコってなるんですよ、うん、そうです、ね、それが美しくないんですよね。なんで僕はゴム跡をつかないように、ほとんど外羽にして、しかも日本人の骨格のボリュームがやっぱどうしても気になるので、ほぼ外羽で巻きます。外羽で巻くことによってゴム跡ってつかないですよね。でここもちょっとシェイクさせて正しい位置にこうなるようですね、はい、そしてここまあここも少しこれでやってですね、はい、っていうことはなんでゴム跡つかないか、これ分かりますか。こうなってるのって落としたらゴム跡なくないですか。中、そうそう、中なんです、中なんですよね。裏側に表面にはつかない、はい、だから外羽がいいんですよ。なんで内巻きも外羽もね、スタイリングちょっと、ま、やねじっちゃえば全然内巻きになるんで、あねじっちゃえば内巻きになる、なります。なんで特にそんな内巻きに必要は僕はないと思います。今のところ自分でやってますけど、そんなにまあよっぽど内巻きのスタイルの場合はやりますけど、はい、そんなにあんまり問題ないかなっていう感じですね。ここはやっぱり根元の僕は心がけてるのは骨格を矯正しながらかけたいので、なるべく根元を潰したいですね。やっぱり自分がエラっていうか骨格張ってるから、やっぱそこコンプレックスもあるのもあるんですけど、なんかやっぱり骨格を抑えたいんですよね、はい、あのお客さんが家帰って簡単にできるような状況でやりたいので、中華巻きですね。中華巻きですか。はい、中華巻きの上ですか。中華巻きの逆です。ここで要はこの鉢を潰しながらこうかけたいんですよ、はい、中間巻きのここで少し最初のこの絡む、なんだっけ、一回こう巻きつけたところって結構こう うねるんですよね、ここが。なんで少しこの振ってあげて自然な位置に、あ、毛の収まり位置を作ってあげてですね、この状態ちょっと難しいかな、これあんまやんないか、逆巻きの中間巻きってちょっと難しいですかね。慣れないかったらちょっとやりづらいかもしれない。でも結構使えますよ。で、ツイストバンドします。あんまり強くしすぎないでツイストバンドして、で、ここはピンで上から止めると、そうするとゴム跡つくところがもう全くないんですよね、外羽だと。こういう感じです、普段はこんな感じでやってます。前髪は内巻きですけどね、さすがに。ああ、前髪は内巻きです。はい、ちょっとやりづらいでしょ。やりづらいですね。結構外羽ね、練習した方が絶対いいです。もう内巻きやらない方がいいですよ。ああ、そんな。もうそのぐらいのレベルです。究極を言ってますけど、なんかすぐできるようなことを言っていかないと、はい、結局講習受けてもらった意味が全くないので。すぐ変わってほしいかな。大体みんなやっぱり内巻き、先輩もそうですけど内巻きが多いです。それは過去の概念です。してない。それをツイストバンドも何やってんのって言われるかもしれないですけど、そんなのやったって意味ないよって言われるかもしれないけど、はい、大丈夫ちょっとやってみますって言えば、はい、まあ、新しいことやるとお店の人嫌がると思うんですけど、あ、まあ、それはなんかいろいろ試してみますって言って、まあ、そこは、はい、ごまかしてください。わかりました。職人の世界だからやっぱり新しいものってみんな気にしがちなので、やっぱ面白くないんですよね、自分と違うことやってると。しかもオーナーさんとかだと新しいことをどんどん、ね、勉強して応援はしてくれてるんだけど、はい、やっぱ僕のお店だからっていうのがやっぱりどっかにあって、あ、そうやっぱりそれがやっぱりオーナーさん的に面白くないんですよね。いろんなの勉強してるのは嬉しいんだけど、その反面面白くないと。そうなんです、ね、っていうちょっとやっぱりそういうところもあるんですね、個人店の場合ですよ。まあ大きくなっちゃえばもうそのレベルではないと思いますけどね、経営者の価値観自体は。そうですね、やっぱそういうふうにはなりやすいです。多分こんなくるくる回してたらなんか
俺よりすげえことやってるなってなった時点でなんかちょっとそれ何なのってなっちゃって普通に止めればいいじゃんってなるんですけど、あ、そうですねってうまくごまかしていながらちょっと今なんか実験してるんですって言えば、あ、多分あの嫌な気にはならないですって一時的にやってます的なことで言う、誰々に言われたから、多分今回 NHK 言われたからって言っちゃうとオーナーさんは俺の意見じゃなくてそっちの意見を聞くのかっていう話にはなっちゃうと思うんで、あくまでもオーナーさんを立ててほしいです僕は僕の意見じゃなくてオーナーさんありきのうちのやつ追加っていう形で考えていただいた方が、関係性もうまくいくと思うんで。わかりました。はい、中間巻きはなぜいいかっていうと毛先から巻いていくとやっぱりヨレができますからね。すごいスライス薄めに取ってればヨレはないんですけど、ある程度の大きさで巻くとやっぱりどこかにヨレは出ちゃいますよね。で今日教えるのはちょっとまだ最初なので、はい、新しい方じゃなくて旧型の方をちょっと教えたいと思います。はい、はい、新しい方も一応教えますけど、はい、やり方が違うんですか。ちょっと違います。旧型の方が安全、中間水線入れるんで、はい、ただまあそれはオーナーさんの意向であればそれを優先した方がいいと思います。この残液に対して混ぜてます。ああ、はい、どうあれ、はい、ちょっと残るでしょ。はい、これ今 40g ぐらい使ってるんですけど 40g 全部使わないから、まあ、ここだけ巻くだけだからね、はい、まあ、1人で全頭はいけるんで2人分やってるから、これにちょっと混ぜます。そしてぐるぐるっとマドラーで混ぜてこれを作ります。はい、じゃあちょっとパワー上がりましたよね。はい、はい、まあ千代とかでもいいんですけどね、もっとあれよりも強いやつでもいいかなと思います。でこのままじゃあこの、毛先巻きして髪の毛が一番傷んでるところってこうですよね。はい、まあ、状況にもよりますけど、ここは今使ったパーマ同じ状況で同じ時間を置いていかないとダメなんで、このままだと根元はあんまかかんないんで、根元からグリってかけたい人って結構多いんですよ。あれは良いですけどね。はい、じゃあその時じゃあどうするのって話になってくるんで、そしたらこれで泡飛ぶしていくんですね、ここに。動画でシャンプーだったから、ね、はい、こういう感じに、これ全部根元つつけないから、ね、強いからね、薬がね、これワンカール目だけをつけるって感じです。わかりますか。はい、で前髪もちょっと気をつけてもらいながらこういう風につけていって、そうするとどうなるかっていうと、直接やっぱりプリケーターでつけちゃうと根元についちゃうんで強い薬が、それ危険ですから泡でいいと思います。残液に対して足す、そしてやる。でこの状態に、ちょっとこれからいろいろやっていくんですけども、はい、これでとりあえずセットアップ OK ですね。はい、じゃあちょっとやってみましょう。じゃあどういう風になってくるかっていうのをちょっとやってみたいと思いますね。で、あ、バームつけてもかかったじゃないですか。使いますよね。バーム関係ないですよね。そうですね。確かにそこは。はい。で、どういう風になるかっていうと、まあ、このラジオも使ったりとか。まあこれブローっていうよりは、乾かすのにちょっと。ほら。わかる？ボリュームがありますね。これ違うでしょ？これっすよ。これ今ブロじゃないからね。ほら、この感じってこれめっちゃやりやすそうじゃないですか。多分乾かしたらこういう風になるんですよ。でカットラインのさっきのこの、なんていうのかな、このラインとうまく融合してくれて、これはね、さっきこういう風になったやつをまたこれでちょっとね、こうちょっと整えていったりとかして、ちょっとこう整えるわけですよ、この細かいやつを。はい、前髪だけでも本当に、あ、前髪すげえなってなるんで、ちょっとだれてるかもしれないですけどね。はい、はい、で、僕のところを乾かしていくと、この感じはできないですね。普通の前髪のパーマほら、結構かっこいいですよ。これが全然違う。もう適当にやっただけでもこんなになるんで、はい、綺麗になれないんでいきますよ。
あとは波ウェーブ巻きとかもあるんで、まあ、ちょっと今難しすぎるんで、そうですね、やらないですけど、波ウェーブはちょっとやらないですけど、これはちょっと見れるようにしてもらって、あのこのままテンションかけてこっちに巻くんですよ。で、ここを出してここを出すんですよね。はい、でこの状態でギュッてやってこう叩く。ちょっと縮んじゃないですか。そうですね。そう、なんか僕がいつもやるパーマよりも手先がしっかりかかってる感じがありますね。結構かかってる。ニュアンスなんで、金がやってるぐらいしかやってなかったんですけど、強くかかると怖いんですが、ちょっと細くできないし、うん、こういう感じだね。こういうふうには多分全然できると思うんで、お客さんも。はい、であとカットチェックしていけばいい形なので。確かにふんわり、どういますよね、前髪ふんわりしたいんだけど、そうそうそうっていうお客さんもいるんですけど、前髪ね、なんとなく大きい色とで巻くと乾かしたらあんまり変わらなかったり、そう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 、ここまではふんわりはしない。要は毛先の中間のカールは欲しくないんだけど、毛先のカールは欲しいんだよね。うん、だからボリューム欲しいんですよ。そうそうそう、小さいので巻きながらやっていかないとさ、大きいカールだったら結局ただふわーんってなって緩く、なんか分かんなくていいんですよ。そう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 、あれぐらい細い方がいいんですか。もう色決まってます。全然僕はもう 10mm とか前髪は使いますね。だってグリグリにかけてストレスかけて拡張しないと、こっちにくるって戻ろうというする気持ちが、あ、思い、うん、と力が少なくなっちゃうんで、大きめすぎると中途半端に。こういうやつよりも、うん、怖かったらこれでいってほしいかな。あ、僕は時間いつも急いでるんで10ミリとかでいっちゃいますね。待つの嫌なんで。はい、パーマってみんなしっかり巻こうとするじゃないですか。しっかりこうスライスとって3等分とかだからおかしくなるんですよ。あ、だから結構無駄に、いらないとこにいらないパーマをかかり、必要なとこに必要なパーマがなくなってしまい、ボリューム取るのにセニングを入れるっていうことになるんですね。あ、それはありますね。なんで必要なとこに必要なパーマだけでよかったら、サイドなんて2段もしくは3つで必要、2つか3つで十分なんですよ。ただ時間も早いじゃないですか。早いです、だいぶ。髪の毛ってやっぱり時間をパーマっておくと傷むので、いかに早くするか、酸化まで、いかに酸化まで早くたどり着けるかっていうのがポイントなので。はい、そういうところかな。だってこっちこれ綺麗じゃないですか。結構適当に巻いてるけど。そうですね、全然仕上がってます。量少なく巻いてるだけだけど。はい、あのサイドとかももっと巻くんですよね、普段は。横とか。あ、全然巻きますね。あ、もう一回ショーバレたんでちょっとやってみてください。ショーバレでそこをなぞるんですよ、コームを置いて。でそうですね、指を間に入れて、ここに入れてくってことですか。いや、端っこスタートからですね。こっちから。うん、やっぱりちょっとこうパサッていう毛が出てきたんで、そこを入れながらクッション効かせながら、でもっとコームとハサミを近い方がいいですね。そう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 、そうです。そしたら今度はちょっと端っこの持ち、あ、そうですね、そこもやってって、はい、で今度は反対に持ち替えて、また指の、まあ、人差し指のクッション入れて、はい、で今度は反対側ですね。なるべくここは切りやすいんでクッション入れた方がいいです。かなりそっとやっていきながら、つけながら切った方が結構いいですよ。結構まとまるんで、また出てくるんですよ、それと毛が。はい、でこう溶かすじゃないですか。はい、一回溶かしてみてバランス見て、結構かかってますよね。かかってます。なんか長崎レッドリは出たやつだけを切っていく感じですね。そう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 、めっちゃ綺麗になってると思いますよ、きっとこれ。はい、そうです、ほら綺麗ですよ、これで。そうですね。どうですか。ただ前髪だけで、まあ、今回はねちょっとパーマーこのあれですけど、結構違うかなと思いますよね。はい、で例えばここももうちょっとここのここ取ってあげると、この辺までね、このカールは必要なんですけど、ちょっとここもっと小顔番組にこうなりながら、こうなるともっと小さく見える顔がね。ああ雰囲気もだいぶ変わる。ここは浮くだけでちょっと変わっちゃうんで、ここをもっとタイトにしてあげた方が、はい、まあだ巻く時もやるなるべくこうこうじゃなくて、パーマってですね、こうやったやつを落ちると
パーマ、ここでかけてるパーマってここになった時点で毛先がずれるんですよ。はいはい、分かりますか？分かります。ってことは毛がずれるってことは、ここでまとまってる毛自体がこっちになるってことは、毛のスタートラインが全部ずれちゃうので、ここモサモサになるんですよ。はい、なるべく落ち位置でパーマって巻かないとモサモサになっちゃうんですね。要はどういうことかっていうと、毛が髪の毛が本来こういう風にまとまる毛が、はい、これがですね、どうなるかっていうと、ずれちゃうんですよ、こういう風に持ち上げて下ろしたり。そうするとここがモサモサじゃないですか。広がったりとか、いろいろまとまっまとまんないんですよ、だからボワボワになるんですよ。はい、じゃあ一番ボワボワにしない理由はどうするかっていうと、ほんと落ちる位置でなるべく巻くことが、これが一番ベストなんですけど。へえ。だから要は、ここに持ち上げて、これね、知ってると少ないですけど、はい、横にやって巻くじゃないですか。そうすると落ちたら巻きます。全部このスタート、カールスタートラインがずれるんですよ、本来の。カットと一緒です。カットと一緒、はい、ここにずれるとこれがまとまってエッジ髪だけ乾かしたとしてもなんかボワーってなるんですよ。ああ。これ気づいてる人少ないですよ。確かにそうですね。そうそうそう、なんかもうパーマはもう頭皮の角度で、もうボリュームアップしたいんだったら90度以上みたいな。ダメですね。そういうのでしか覚えてないんで。ダメです。なんかあんまり。そしたら毛先が散っちゃってそういう風になる。ああ。そのもう、まあそのパーマは違うかもしれないけど、もっと傷んでます。綺麗にかけれると思うんですよね。正直な話。はいはいはい。毛先もそういう結構入っちゃってるし、もっと綺麗なパーマはかけれるはずだけど、そういう風に毛先が散っちゃうと、まあせっかくなんかもっとかっこよくできたのに、ちょっとこう。なんていうのかな、パサって見えちゃうっていうのがあると思うんですね。